ません。遠藤がベンチに下がった後、柴崎の隣に座って2人が話し込みながら試合を見ているというシーンもありました。その遠藤に代わって柴崎岳が入っています。20番の柴崎にとっては、はい、この勝ち負けではなくてこの残り時間で自分が何をするかということがすごく重要になってきますね。プレーを続